リオ、笑顔だね。嬉しいね。マスオ TV。 はい、寝起きのマスオ TV です。はい、皆さん、今日はですね、チビオの動画です。あのね、チビオがね、最近ね、立つようになりました。って言ってもまだね、捕まり立ちなんですけど、そのね、捕まり立ちの様子がね、めちゃくちゃ可愛くて、これは今のうちに収めとかないと、すぐね、もうチビオもね、簡単に立つようになっちゃうからね、今しか残せないと思って、ちょっと撮っていきます。この姿がね、めっちゃ可愛いのね。で、捕まり立ちって言っても、なんか棒とかに捕まるんじゃなくて、僕らなんですよ、人だから。僕とかうーちゃんにこうね、捕まるんだけど、こういう風にね、こういう風に捕まって、ベルトに気になってるけど、ここからほ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 ら、どうですか、すごく、あー顔がね、何、ごめん、ごめん、泣いちゃった。なんで泣いちゃったの、びっくりしたんだね。ごめんね、ごめんね。はい、もう一回。あ、笑顔になった。ね、ね、びっくりしたね。で、こっから、ほらほら、おお、立った。ちょっと滑るね、でもね。そうそう。ちょっとズームしてね。よいしょ。そう、こうやってね、最近、あー、危ない。頑張って立つようになってるんだよね。もう初めての捕まり立ちが人間だから嬉しいね。ね、人間っていうのは私たち。棒とかじゃなくてさ、僕らをこう頑張ってさ、こうなんていうの、求めてこう来て、それをこう捕まりながらみたいな、かわいいな、おい、おいおい。でヘルメットもね、もうこういう風にめちゃくちゃこう安定してきたっていうか、最初はね、やっぱ重そうにしてたんだよね、ヘルメットつけてるとバランス取りづらそうだったんだけど、もう慣れてきたのと、あとね、汗最初の方ね、すごかったのね、ヘルメットつけてから。あの後ろのさ、この服とか、こっから汗たらったらにもう垂れまくってたんだけど、もうね、襟の部分、うん、そうなんだけど、もうね、垂れなくなってきて、まあ汗はかいてるんだけど、少なくなってきましたね。だからすごいね、適応能力ってね。おお、立った、すごい。このね、この何、このつま先立ちが可愛いよね、またね。あはっきょーい、残ったみたいなね、感じだよね。もうちょっと僕がこっちに来たらバランス取りやすいかな。おお、すごいすごい、はい、いや、僕の手にもいいよ。おおおカメラ目線来た、違うか、カメラ目線はい、はい、もうちょっと高くいけるか。おおおおかわいい、かわいい、かわいい、はい、もうちょっとバランス取ってる。すごくない？すごい、捕まれた、捕まってるよ、完全に。かつ、つま先立ち、つま先立ち、なんでつま先なんだろうな。かわいいね。おおすごい、ここ立った、これ初めてじゃない、マジで。え、これ立ってない？まあ、確かにさ、ちょっと高くしたっていうのはあるけど、うん、ここまで立ったら初めてなんだけど。お、立ってる、立った、立った、立った、クララが立った違う、え、すごいじゃん、マジで立ったじゃん、初めて。これが捕まり立ちだね。だって今まで上体を起こしてなかったから。そう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 、上体起こせなかったんだよね。ここまで来ると足ガクガクしちゃって、 その耐えられなかったんですけど、立ったよ、初めて。本当にこれ動画、この動画が初めて。あ、今ちょっと話したよ。バランス。え、すごいじゃん。え、すごい。うん。耐えられてるのがすごい、この時間。うん。おぉ。ちょ、怖いけど、もうバランスが。うん。でもまだ立ってるよ。おぉ、頑張った。疲れたね、頑張ったね、偉い。
嫌な顔してますね。ね、コーヒー臭い？頑張ったね、すごいね。ね、ね、頑張ったね。頑張ったね。怖がってる。ね。笑ってる。いや嬉しそう。頑張ってね。すごいね。した日だね、捕まり立ちの日だ、うん、最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。